宇治台は心の時代です。今日と明日の2回は京都府宇治市の農研院にいらっしゃった内山光昌さんに自己を生きるという題でお話ししていただきます。内山さんは明治45年の生まれで、早稲田大学哲学科の大学院を卒業後、宮崎公共進学校の教師を半年間務めた後、沢木光道老師の下で出家得度、禅修行の道に入りました。内山さんは禅の世界を頭を手放しにして借り物でない自己切りの自己を生きるところで、天地いっぱいの人生を味わうことができる世界と言われます。1回目の今朝は内山さんの人生の歩みについてのお話で、聞き手は金光俊雄さんです。お兄さんの友達のですね、いっちゃんのお母さんとか、偉い人だったということをおっしゃってましたね、あのやっぱり子供心にこの人は偉い人だというのをお感じになりましたですか？あのね、その価値観がね、ああいういっちゃん、つれちゃんのお母さんが偉いなっていう価値観は、今になって考えてみると、おふくろがそういう価値観だったんでしょうね。ちょっとそのお母さんの話していただけますか？いっちゃんのお母さんの、あのね、その、いっちゃんのつれちゃんって、あのいっちゃんは私の兄貴の、あの友達で、つねちゃんは私の友達だったんだけど、ある時ね、いっちゃんが私の兄貴とのところへ来て、私のうちの2階でね、なんかして遊んでたんですね。そしたら私の、おふくろのおばさんっていうのがね、これはヒステリックな、嫌なおばさんだったけど、彼がね、階段の下からね、2階に向かってね、よっちゃんやって、よっちゃんやってのは私の兄貴ですが、よっちゃんや、貧乏人の子供と遊ぶんじゃありませんよってね、して怒鳴ったんですよ。ほいでね、いっちゃんはすっかりしおれちゃって帰るって言って、そしたら兄貴は申し訳なさそうな顔して、また一緒についてね、それでいっちゃんのうち行っちゃったわけです。そしたらいっちゃんのお母さんはその頃、ぬいもんの内職でもしてたらしいんで、いつも縫い物してるわけですね。そこへ行って、今よっちゃんところに来るいつものおばさんがね、貧乏人の子供と遊ぶんじゃありませんよってね、言ったんだって言って行っちゃったわけですね。それでもだから、お母さんがそれこそ怒るだろうって、兄貴もぎょっとしちゃったわけです。そしたらね、お母さんがね、もう平然たる あれでもってね、縫い物続けながらね、うちはね、貧乏人だからしょうがないよって言ってね、言ったって言うんでね、で兄貴はうちに帰ってきて、お母さん、いっちゃんのつお母さん、偉いよ、あれだって言って、うちは貧乏人だからしょうがないよって言ったっていうね、話、したんですね。ただそれでね、私のおふくろも、いっちゃんのお母さん偉いんだなって言って、それで、それっていうのはね、いっちゃんのお母さんは、信州のね、お説教をね、いつも聞きに行くから、本郷のね、空立ち寺っていうのはありますがね、その空立ち寺の信州、
あそこの金立寺は臨済宗のお寺なのかな。だけど夜ね、月一遍ぐらいね、あの新宗の門さんが来て、あのお話お説教するんです。でそれ聞きに行くって言うんでね。で、あの私なんかもあの何回かね、あのそれはもう私が中学になってからですがね、何回かあのお説教連れてってもらったことありますよ、新宗のお説教をね。そのあれでしょ、お母さんにまた後年お会いになったわけでしょ。ええ、あの一時期別れ別れになった、ね、そのことね、うん、声聞きからですね、うん、もうあのそれからそのお母さんがもう70いくつになって、私も40ぐらいになって、45、6になってからですが、あのあれしたら、あのそれはやっぱりね、あの総合が違ったね。そのお母さんのね、総合がね、本当にあやっぱりあのあれだな、さすがいっちゃんのお母さんだなってね、あの子供の頃のことを思って、で本当にね、円満っていうかね、優しい、そのいい顔してましたね。決して金持ちになったというわけじゃないんでしょうけどね。あのねやっぱりいっちゃんはね、一生あんまりうだつ上がんなかったらしいね、はい、で、あのいっちゃんの子供の、いやだからお母さんから言われる孫ですね、あの人があの働いて、あの、ま、お孫さんのところにいた時代に私やった。そうなるとあれですね、その人間の立派さというのは、うん、そのやっぱりどう生きるかというか、どう人生を考えるかという、その辺のところにあるようですね。そうでしょうね、それ抜きないでしょうね。だけどね、実際に思うのはね、あのそういう自分が、あの本当に自分の生きたいと思うっていうことをね、ほんのなんていうかね、ちょこっとしたあれでもって人相手見せるためにすぐ変わっちゃう、一番危ないのは宗教家じゃないですか。人に見せるために行動してるととんでもないとこ行きますからね、はい、だからいっちゃんみたいな、いっちゃん連れちゃんのお母さんのね、ねみたいなのは人に見せるためっていうのは一つもないから、だから本当にあの本当の意味であれだと思います。私もだからね、できるだけ人相手にしないようにね、もうあの私本当にこれでただじっといるいさせてもらうだけで、それで自分からね、あのどっかへの売り込んで、その、話しに行くとかね、はい、なんとかっていうことはしないようにしてるんです。それであの話飛び飛びになりますけどね、うん、その月給給料をもらわれたのは進学校の先生なさってた時だけですか。もうほとんど給料もらわれたことないでしょ、ね、その頃ね、給料がね、60円だったか80円だったかな、あら60円だな、60円をね半年もらっただけだから、360円しか一生のうちにあの給料は360円しかもらったことないね。もらわなかったから。しかしよくそれでよく86歳まで、でもあれでしょう、
例えばですね、京都で京都にいらっしゃった時、昭和24年ですか、戦後のひどい時期に京都においでになって、一人で月給なしで生活するって、これ大変でございましょう。そうですね。だけど何にも安泰寺っていう寺がね、無収入の破れ寺で、はい、で宅発してたわけです。はい、宅発して、それであれですね、その頃沢木老氏がね、月に一遍だけ安泰寺へ帰ってきて、それであれですね、接心やって、のあれしてくれてたわけですが、その接心に何人か集まる、その接心の費用を稼がなくちゃな、沢木老氏の滞在費と、それからそういう接心のね、来た人のまかないのあれを、我々の食い口と同時にそれだけまかなう宅発しなくちゃなんなかったんですね。ところがね、その頃はね、京都の市の人、町の人もね、貧しくって、それこそ自分が宅発に出たい気分の時でしょ。だからね、あの頃、1円だったで、大概くれるって言ってもね、それで2円3円っていうのは少ないわけですね。それで、いやいや10円玉入れてくれるって人は、めったにないわけで。でもあれでしょう、大きな騒動ですとね、大きなお寺だと、もう大体こう、ルートが決まっているんですよね。あれはまあ、大君で行くですね。私のはそうじゃない。あのね、角付けでね、古事記と一緒だもん。だから、お断りってね、言うとこばっかり。お断りってね。それでもね、私は、意義を正して、ちゃんとお辞儀を して、次へ移って行ったわけですね。そのね、一軒一軒ね、私はもうくれてもくれなくても、意義を正して、お辞儀して、それから財宝二世苦徳無量段原密愚足円満大師北海平等利益ってね、1円でもいただきゃそうですね、それを唱える。それでできるだけね、やっぱりね、宅発のね、私はね、宅発をね、ずっとあれ結局は14年やったもん。それだけでね、高津臨済のね、人たちに聞いてみるとね、ただ臨済の人たちはほーって聞くだけでしょ。それでね、結局一日にどのぐらいもらうって言ったら、一人頭にするとね、30円ぐらいらしいとか言ってたな。はい、で、それで私は言ったのが、それじゃあ俺ら食えねえって言ったけどね、あれですね、私は必死になってあれするわけだけど、同時にこれは古事記じゃないんだから宅発なんだって言うんで、意義を正して歩くっていうことだけを一生懸命やったの。それでそしたらね、だんだん結構お得意さんがついちゃって、はい、で、もうそれと同時に私は精一杯のね声を出して、
歩きましたからね。そうするとね、あいつもの盆さん、盆さん来やはったってね言うんで、ちゃんともうお隣の人がお金用意してあれしてくれるようになっちゃって、だから私はねの高発は尻上がりでそれでだから高発そんなに最後の頃はね割に生活が楽になってきたです。それでねもう14年もやってるとね、もう私の胸の中にね宅発地図がな雑です。それであそこは A クラスの町、あそこは B クラスの町、それからあそこは C クラスとね、 A クラスの町はね毎月1回行っていいです。から B クラスの町はね2、3ヶ月に一遍、から C クラスは半年に一遍、から D クラスは年に1回っていうのがある、そういうのはね、私はもうだから宅発は企業であるって私言ったらね、はあそうですか、と企業も宅発ですかって言ってた。あの頃大倉さんっていう人はね、やっぱり大倉産業とかってね、いうのの社長さんだった、あれからなんとか新神神の社長さんも来てたな、なことでね、そんな人が来て私の話聞いて、それで「じゃあ企業も高かったですか？」って言ってたけどね、その点は企業が高発であるかどうかはね知らないけど、高発が企業であることは間違いないと思ってた。そこまでこぎつけるのは大変ですね、なかなか地図ができるまでは。だからね、初めはもう何が何だか分かんないけど、どこでも知らない町もやってんです。それでだからね、京都の町そういうつもりで歩くと京都の町は狭いんです。それでね、あれですね、方々へね遠発って言ってね、方々へ行くんです、で私はねその点あれですよ、奈良も行ってるしね、それから大阪も行ってるし、それから須磨明石も行ってるし、神戸もちろんね、それでみんなあれだ、歩いてるところでねその点お手広く企業を拡張してました。でもあれでしょ、うまく、うまくいくったら言葉が悪いですけどね、予定通り行く時と行かない時があったりすると、時にはいただき物がないと食べられないことも最初の頃は終わりだったわけでしょ。いつでもいや食べるだけなんとか食べなきゃいけないから、その必死になってやってます、必死になってやってます。その点はあれですね、戦争中は、もっとひどかったもの、もう京都落ち着いて高発始めたところはね、もう根拠地があって、まだいいんですか、やってますからね。その前はどうだったんですか。その前はね、戦争のひどくなった頃ね、私が坊主になったとこは昭和16年の12月8日でね、私が坊主になった日はね、あの日じゃないですか、大東亜戦争っていうのが始まって勃発した日に坊主になったんですね、それでその時に沢広氏がね
大栃木県の大中寺って大きな寺ね、はいはい、あの佐喜野氏の寺じゃないんだけど、はい、借りてて、はい、であの佐喜野氏の弟子たちを置いとくところにしてたわけですね、はい、でそこ行ってろって言うんでそこ行ってたわけです、はい、ところがね戦争がひどくなってきたら、はい、あの学童疎開がね、はいはい、あの大中寺来て、はいはい、で我々は追い出されちゃって、はあ、それで結局佐喜野氏がその頃、うんうん、東京の新宿にね紙幣寮っていうねあのやっぱり駒沢大学の学生を、はい、あの下宿させながら座禅するっていうようなね、はい、寮を作ってたんです。そこへまあ行ってたわけだけど、ここもねあのあれしてたらみんなねあの徴用やね、はあ、兵役や徴用に捉えてね、うん、そこもあの誰もいなくなってきちゃったんですね。そして結局私に残ってたあのお前もねあのここにいちゃね徴用に取られちゃうから、うん、あのこれから戦争が終わればね、仏弟子の種は大切なんだから、はい、徴用なんかでね命を落とされちゃ、はい、あの一番つまらないっつってね、うん、でどっかねあの人目につかないとこね行けって言われてね、それであのその頃ねあの外へ出てくのはね許されるわけですね、はい、だけど中へ入ってくることは東京へ中へ入ってくることは許されないわけです。転入はダメで、ね、検出は OK で言うんです ね、はい、それで結局その東京にいるとまだ残ってるやつがいるっていうと、うん、兵役や、はいはい、あの徴用に取られるんで、それで私あのあれです島根県のね山奥に炭焼き行ったらどうだって言って行った人がいてね、うん、でそれは結構って言って、それでその炭焼きって言ったらね私、うん、炭窯のねあのあれですね火の番でもするのかと思って行ったわけですよ、はいはい、そうしたらねいやそうじゃないね島根県のなんて言ったっけな有福温泉っていうのがありますね。有福温泉よりね、一里半が山奥で、の百姓へ、あの下宿して、はい、そしてあの歩くあの働くところはまたそれから一里ぐらい入ったね、はいはい、あの山の急斜面のところにね、はい、こんな大きなねナタを持たされて、ナタとノコギリ持たされて、それでその木を切ってね、はい、それでその枝を払って、はい、それでそのあれ大きな木をね、下へ突き落とせってわけで、そうすると急斜面だもんだからね、その木がね、うん、あのザーッてね、はいはい、落っこってってね、うん、あの谷のところへ落っこちるわけですね、はい、そうするとそれをまたあの切ってあの割ってってそれで杉山が入れる人はまたいるわけだけど、はい、だけどまあ私になったことはあの山で木切ることですね。全く今までやったことないことですよね。はい、全く初めてね、あのだけどそれだからあのそれこそあの その晩寝るとねあのちょっと体を動かしただけでね骨がバクバクいったり折れるくらいなんか気分でね寝てましたが、3日目通ったらなんとかあこれになんとかいけるなっていうような気分で、そしてねそれも辛抱していったらその10日辛抱したらもうこれが生活っていうのはね気分で
その仕事に行くことができましたがね、でもやっぱり島根県はね、あの能登半島やね、はい、あの越後のようにね、雪がパッと降り積もるとこじゃないんですがね、あのいつでもその粉雪みたいなのが日本海からねこう吹いてきてね、そうですね、はい、でいつもチラチラしてるんですね、はいはい、でところが東京っていうと東京育ちだの私が、あの雪がちょっと降ってくると、あ今日は雪の日だね、今日は休みだって言ってたね、何そんなのどんどん休みだったら毎日雪の日なんですね、で毎日そんなことで、あの一生懸命やりましたけど、そしたら沢木浪士がね、島根県は少し遠すぎるからね、この静岡県にあの空いてる寺があるからそっち行けって言われて、で行ってみたら何そのお寺ね、あのあれですね、疎開者が入っててダメで、それで結局そのそばにある観音堂っていうふうなちっちゃなね、お堂の中にいたんですね、二人でその時は行ったんだけど、また一人あの、出ちゃって、また私一人になっちゃった。要するに私は沢木浪士の池っていうところに行っている沢木浪士に死ぬまで食いつくって気分でやってたもんだからね、それであれして、そこであれしたら、のおっさんあの塩組に行かねえかって、うん、塩が、はい、その頃なくなっちゃったん で、まあうん、塩組に行かないかってんで、また私あの一口に乗る男でで塩組に行ったんです。でもあれしかし大変でしょう、あの、そのね、その波打ち際でね、そのあれ小枝たごみたいなね、桶を担いで、この波打ち際でザザンと来る時にちょこっと腰を下ろして、それでその桶にトロトロいっぱい払っていって、それはよっちよっちとね、運んで浜に巻いて、それをまた今度あの乾かした、はい、あの上のね砂を運んでね、はいはい、それでそれにまたこう腰切っていうので、腰してですね、それで濃くなったあの塩水をね、はい、それをまたね今度あの海岸辺でこう、はい、あの坂になって登らなきゃなって、はい、向こう側にその釜があるわけですね、そっとね、あの潮の濃くなったやつは重いんですよ、あそれをまたガッチガチとあれして、あれは本当にね、私はねもういつでもよっちよっちあれして、あの一人前の仕事なんてもちろんできないね、四分の一人前ぐらいの仕事です。でもまあ何だかなんだかって言ってね、それでだからあの薪切ることも覚えたし、それから物を担ぐことも覚えたしって言って、まあだんだんあれしてきた。今度はあの沢木浪士が京都に安泰寺っていうのは、あのあるから、あの安泰寺はね、江藤先生の、江藤先生って、先生あの、あれですね、駒沢の学長だった先生のね、はいはいはい、あの、お寺なんだけど、はい、あの、空いてるから、留守に行けって言って、そこへ行ったわけです。で、ここじゃもう、あの、無収入なの、どうしていいんだっつった高圧せろってね、それで始めたんです。それで高圧をあれですね始めて、それからあのあれです京都の町を
宅発って言ってどうするのかと思ったら、まあ一軒一軒ね、角付けしてね、歩くかしょうがないって、それで結局ね、宅発のね、作法をね書いたなんとかっていう本があるんです。昔からね、はい、でそれを私沢広氏かね、これ見てやれって言って言われて、それ見てね、それで結局宅発は意義を正してやらなきゃいけないって言うんで、それで私は意義を正してね、それでやったわけですね。ところがね、その意義だけに従ってるじゃダメなんだ。やっぱりね、本当にね大きな声を出して、ね、どうしても出させるっていうね、その一軒一軒のうちに立ったらね、どうしても出させるっていうね、その気合を入れないとダメだっていうことを発見したですね。それでただ立つだけで、立って普通にやるだけじゃダメですか。普通にやるだけじゃダメですか。ダメで、その意義を正すと同時に大きな声を出して、それでどうしても出さずにはいられないっていうね声ですね、はい、そうするとね、ちゃんとねその大きな声を出すと、そのうちね、やっぱりこれ老舗がついてね、はい、それであれですね、このうちに立ってると、もうその次のうち、その次のうちっていうのはね、ああもうまたいつもの坊さん来やはったっていうね、でね、もうちゃんとお金用意してくれるようになっちゃってさ、それでだから私は高津はね、だんだん尻上がりにあれしてね、普通の一緒にたまたま、一緒に出かけたりなんかすると、人がいてもね、それらの3倍から5倍に、の収入がありましてね、それでまた事実人材のね、大徳寺の坊さんが来た、遊びに来た時に、あんたあた高津でどのくらいもらうって言ったら、いくらだとかって言って、ああそれじゃあ、そんな程度じゃ我々は食っちゃいかねえって言って、私のは実際にね、高津で食べてんだから、十何年それで過ごされたわけですね。だから14年ね、高津であれ食ってきたで、だからね、私一生考えてみるとね、食うために働くったってことね、全くないんです、それこそ私、学校出て宮崎の進学校に半年勤めただけで、その時に、60円給料、半年ですからね、一生のうちに360円しか給料もらったことはない。それであとは宅発でしょ。それから宅発やめて、安泰寺にまあしばらくいたんだ、10年いた。で安泰寺を引退した時、行くとこないんでって言ったら、こっちこっち行って大垣の眼科病院のね院長先生の別荘に置いてもらって、そしたらここへそのうち作ったからここへ来いって言われて、このうちにね、はい、来てみた。私はそれこそ本当に豚小屋程度のところかと思ったら、こんな立派な家へ入ってこんな立派な家入ってって、ところがね
私自身は立派な家に入っての豪華な暮らししてるとよう思ってんだけど、この間も来たね、あの人は なんて言ったっけな、あの書いてるの見たらね、あの石碑に現うがごとくね、それでのな家具らしい家具もないって言って、はい、考えてみたらここでだけは私の家具だからね、あれですね、まあだけど私そう思うのね、今ここねお嬢さんのね後ろに置いていただいて、毎日お嬢さんを拝んでいた、あれしててね、つくづく思うのね、今度お嬢さんに出会ったらそう話しようと思ってんだけど、お願いしようと思ってんだけど、私死んだらあそこのお嬢さんの裏にあるちっちゃなお墓がちょこちょこっとあるでしょ、あれの中で最初一番小さい、一番小さいね、あれをあれ、ねね、一つ作ってね、それで家内と一緒にね、の名前を刻んでもらって、家内の証しにはねそんなのね、今度お願いしようかと思って入れますがね、でも托鉢というのはですね、座禅なさるのと托鉢をなさるのは気分は同じですか？だからね、座禅と座禅するつもりで意義堂々とそれで気合を入れてっていうことが大切ですね。だからただ、入れてもらえばいいってんで行くと小じきがいって、座禅の大切なところはね、少なくとも その座禅の姿を狙ってで本気になってです、頭手放しにして、そしてその頭手放しを上場としてその見ているっていうね、それが座禅の大切なところです。それが手放しがなかなかできないんですよね、つい頭に浮かんだことを捕まえたくてしょうがないもんですから、それをただ狙うだけだ、狙うんでね、この手放しなしになったってことねはないです。手放しになったと思いはねもう思ってんだから、ただ狙うっていうね、宗教の世界っていうかね、どこまでも狙うんです、はい、それが誓願っていうもんです、はい、誓願っていうのはね、史上無変性願だってこと、そういう狙い、はい、煩悩無人性願だって、そういう狙いですね。で、法門無量性願学、仏道無上性願所って、いずれも狙いです。だから狙いだからでしかないから、性願の裏は懺悔です。はい、まだ到達してませんっていう、で誓願と懺悔はねいつでも対です、対になってね、それで対として、だから懺悔しながら、それを狙ってるって、で俺悟ったっていうのは顔してあれしたらもう話は間違う。座禅するとですね、凡夫が仏になるというふうに思うと、これは間違いですか？仏にね、なんかね、慣れっこないんだから、どうせ凡夫だ。誰も彼もね、凡夫でねえやつはないんだよね。はい、でも、わしはどうせ凡夫だからということじゃ困るわけでしょ。そうです。だから、凡夫を懺悔するから。だから一生懸命狙うんで、で
まあ懺悔しますよね、うん、それからあの例えば先ほどお地蔵さんに、お地蔵さんならお地蔵さんに拝まれると言いましたよね、うんうん、普通しかし日本では拝むときにはですね、うんうん、私は拝んでますよ、よろしく頼みますよというのがつきますよね。そういう拝み方じゃ具合があるんです。あの拝むっていうのはね、手辺に手を書くんです。はい、だから、はい、あの、うん、右手と左手と合わせて、そしてこう拝むってね、これはね不二の姿です。あのだからあの今私がお地蔵さんを拝むのはお地蔵さんと私と一つ、うん、二つじゃありません、一つ、はい、一つになって、はい、それで拝むんですね、うん、このお地蔵さんはね、うん、何にわ城って言ったっけな、衛心僧侶、衛心僧侶の、これは素晴らしいもんです。お地蔵さんですか、ね、あの、はい、あれですからね、清州来合の図っていうの、はいはいはい、あの作新屋でしょ、はいはい、あの衛心僧侶のね、はい、あれと同じあの仏さんで、あの純国宝になってるわけですね、はいはいはい、うん、何しろその私は本当にねもったいないけど、どういうあのあれだか知らないけど、自分の生活っていうことは全く、考えたことなしに、それで、あのあれですね、どっかへ置いていただいて、それで今はまあこんなとこういうね、あのお地蔵さんの後ろでね、毎日嫌でもでもお嬢さんを拝まずにはいられない、はい、られないっていうところで拝んでさ、それであのあれですね、まあ本当にありがたいと思ってますよ。もったいない、ありがたいと思って、まあ一休みということでありがとうございましたと思います。事故を生きる1回目、お話は京都府宇治農研にいらっしゃった内山幸祥さん、聞き手は金光俊夫さんでした。明日も引き続き内山さんのお話を放送の予定です。